それではあの、スライドを用いて、ですね健康長寿の延命に向けたですねヘルスケア産業の創出としてですね、えー、説明させていただきます。あの私はあの、経済産業省の商務サービスグループ、ヘルスケア産業課の企画官を配入しています、飯村と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは、スライドの投影の方をお願いいたします。はい、えーまあ、次、お願いいたします。 はい。最初のスライドはですね、ヘルスケア産業とはという形で、まあ、ヘルスケアヘルスケアというのは、まあ、メディカルケアとですね、プラスウェルネスの部分だということで考えております。まあ、あの、下の A で行きますとですね、横軸が時間軸で縦軸が健康状態を表してますけども、えーまあ 健康な状態、左側の方の健康な状態から、まあ、右に行きまして、まあ、病気になって診断して治療を行うと。で、さらにその後、予後で介護とかリハビリというところに行きますけれども、まあ、講義のヘルスケアというのは、これ全部を満たすところなんですけれども、私どもその経済産業省が担当してますのは、この、青の、緑ですね。青の、すみません。青の枠で囲っている公的医療保険部分、こちら側の厚労省がやっているところですので、えー、ここ以外のところというのが基本的には大きなヘルスケア産業と捉えております。 で、まあ、左側の方の、まず健康の時の,時の、えー、まあ予防ですね。こういったところに関して、まあ、我々としては重点的に、えー、まあ、取り組んでいく所存でございますし、あと、あの、治療が終わった後のですね、予後の段階。こちらについてもですね、認知症の強制だとかですね、そういったことも含めて、あるいは介護を踏まえてですね、も含めて、まあ、ヘルスケアについて、あの、我々としては、あの、産業について進行していきたいと考えています。それが、まあ、全体像でございます。次のスライドをお願いいたします。 はい。えー、先ほど申しましたように、公的保険に関しましては、これは完全に厚生労働省の医療保険の世界でございますので、我々は公的保険外のサービスというところを担当しております。で、そこの公的保険外のサービスへのですね、投資の拡大ということで、えー、この資料では健康経緯についてですね、えー、少し紹介させていただきます。次のスライドをお願いします。はい。えー、企業による健康投資の具体例ということで、のスライドを用意させていただきます。 企業による健康投資は、健康経営コンサルの契約ですとか、従業員のウェアブル端末とか、健康アプリの支給なども含まれているという状況になっております。えー、左側、全体戦略管理できますと、健康コンサルとの契約したりですね、エンゲージメントサーベイですとか、オンライン医療相談ということに取り組んでいる企業もございます。真ん中、健康的な生活推奨に関しましては、事務と契約してですね、格安で、あるいはタダでですね、 契約していいるる務をですすね従業員に使わせるととううようなこがが取りり組みがありますそれから、ウェアブル端末ですね。こちらを配布して、ですね個人の健康状態を管理して、ですねさらに行動変容につなげていただく。こういったような取り組みを進める企業もございます。それから、真ん中の下、健康セミナーでございますけれども、それぞれの様々なテーマをもとにしたです、ね、健康に関するセミナーをですね行うと。こういったことをですね取り組む企業がいらっしゃるということでございます。 右側、診断とか検診関係でございまして、こちらは産業医と連携したりですね、あるいは法定外の検診についてもですね、癌検診について補助をしたりですね、人間ドックの補助を行う,うってことがあります。それから、メンタルヘルスに関する分析や介入を行う企業、それから病気系の、病気間の復職の支援に取り組む企業、こういった様々なですね、健康に関するですね、取り組みを企業として従業員の、まあ、ヘルスケアのためにですね、投資すると。 こういった取り組みが健康投資でございまして、こういったことに取り組む企業が健康経営に取り組んでいる企業ということになります。次のスライドをお願いいたします。先ほど紹介しましたような,健康,な健康経営,経営にです、ね、取り組む会社に関しましては、各種の表彰制度というのを用意させていただいています。左側、大企業向けは健康経営銘柄と、県警経営の有料法人の認定の大規模法人部門で、特に上位500社に関しましては、ホワイト500として、 表彰をしております。でさらに、そのホワイト500の中から、業種ごとにですね、有料な企業を健康経営銘柄に指定してですね、表彰を行っているということにします。で、こちらの取り組む企業がですね、まあ、日々、年々ですね、増加しておりまして、左下にありますようなグラフのようにですね、増加傾向にあるということで、 え、2 0 0 2え、日経平均の株価を構成する225社のうちの8割がですね、回答いただきまして、え、うち1800法人がですね、有料認定されているという状況になっています。右側が一方、中小企業の取り組みでございまして、中小企業に関しましても、中小企業部門のですね、健康経営、有料法人というのは約8000法人認定されます。さらに、そのうちの上位500社をですね、ブライト500として表彰しているという状況です。 こちらの中小企業の取り組みもですね、右下にありますように年々増加いただいているというような状況でございまして、健康経営に取り組む企業が増えているという状況でございます。次のスライドをお願いいたします。うん、ステークホルダーとの関係における健康経営のメリットというわけでございまして、今紹介したように多くの企業が健康経営に取り組んでいただいておりますけれども、まあ、様々なメリットを企業としても感じるからですね、健康経営に投資いただいております。 例えば、左上に行きますと、労働者にとってはですね、えー、従業員、就職希望者からの安心、安全を与えられる、安心とか信頼が与えられるということで、えー、メリットがあると。それから左下、金融機関とか投資家からのです、ね、信用とか評価が得られるということもメリットもございます、えー。真ん中の上、取引先ですね、ビジネスパートナーからの信頼を得るということもございます、えー。健康経営の有料法人に認定された企業にはですね、えー、その有料法人認定のですねロゴを使うことを認めております。 え、名刺等にですね、健康経営の有料法人のロゴ、あるいは、ホワイト500とかホワイトブライト500のですね、ロゴをですね、名刺に書くことによって、ビジネスパートナーとですね、名刺交換の時に、あ、この健康経営って何ですかとかですね、あ、お宅はホワイト500なんですかとかですね、そういったことにつながることもあります。右側が消費者ですね。消費者にとってもですね、商品とかサービスに関する選考にですね、健康経営というのが、えー、関わってくるいうことが期待されます。右側、地域社会においても、 こちらも自治体からの評価というのはございまして、一部の自治体では、入札の時のですね、の、の申請の時のですね、審査の時にですね、有料経営、有料法人に関しましては、加点をする、そういったような、まあ、インセンティブを与えるいうような自治体もございます。こういったことからですね、経営者にとっても健康経営というのは、まあメリットがあるというような仕組みになっております。次のスライドお願いします。 健康経営に係る情報開示の促進といいうスライドでございます、えーまあ、健康経営に関する取り組みをですね、えーまあえーえー、調査票というのを送りまして、それを提出いただいて、その提出いただいたやつを評価しまして点数化して、ですねそれで上位のところを認定するという仕組みになっています。で実際にその多くの企業がですね今、申請いただいてますけども、えー、これを公開することによって、ですね投資家等のステークホルダーが比較可能な評価ができるようにしてですね、 健康経営の調査の回答企業に対して送付している評価結果を開示してはどうかということでございます。これを開示することによってですね、投資家ですとか、あるいはビジネスパートナーがですね、おこの会社は優れていると、こういう取り組みでのところが評価が高いということが分かったりですね、あるいは企業同士でもですね、あ 他の会社はですね、こういったところが取り組み、強いんだとかですね、そういったことが分かるということがございまして、えー、今回はあ開示しているのはですね、同意を得た会社に留めておりますけれども、基本的には多くの会社にですね、同意をいただきまして、えー、健康経営の、まあ、有料法人のですね、えー、結果はですね、フィードバックシートをですね、開示したということを進めております。次のスライドをお願いします。先ほど紹介しましたように、令和2年度のフィードバックシートにつきましては、5月の10日に、 健康系銘柄の2021の選定記号の48社分、それからホワイト500の認定法人の9割に当たる441社分をですね、経済産業省のホームページから公開しております。先ほど申し上げたように、国内外の投資家による評価、あるいは他社のビジネスパートナーからの評価を得られるというようなことで発信をしておりますので、こちらもまた関心ある会社、皆様におかれましてはですね、ぜひご参照いただければと思います。次のスライドをお願いいたします。 続いて話は変わりまして、PHR の理活用の促進に関する取り組みを紹介させていただきます。次のスライドをお願いいたします。えー、PHR、パーソナルヘルスレコードでございますけども、えー、個人が生まれてから学校、生涯、職場、あるいは就職して働いて、それから、えーまあ、退職された後も含めてですね、一生涯にわたる個人の健康データを要方健康づくりに活用しようというのが、PHR、パーソナルヘルスレコードの取り組みでございます。 えこのパーソナルヘルスレコードにつきましては、左上の図のところにございますけれども、えー、予防接種の記録ですとか薬剤の情報、それから様々な検診情報ですね、乳幼児検診とか学校検診、特定検診とかがん検診とあの、えー、こういったような情報をですね、今マイナポータル、マイナンバー,ハー,ドのポータルサイトのマイナポータルからですね、各、えー、個人のです、ね、スマホにですね、自身の健康,健康診断の記録等を閲覧することが始まっております。 で、えー、さらに、ここの、事業者 A とか B ってことがございますけれども、本人の同意があればですね、PHR 事業者がですね、マイナポータルを通じて、本人に代わってですね、えー、検診の記録をですね、入手することができるっていうことが始まっております。で、この企業がですね、マイナポータルを通じて、検診等の情報を入手したりですね、本人からもらって管理するという時には、やっぱり、えー、要配慮個人情報を扱うことになりますので、何らかのルールが必要だろうということで、えー、民間 PH サービスの利活用の促進を目的としてですね、えー 経産省と厚労省と総務省の3省を連携でですね、遵守すべき事項のまとめた基本的指針というのをですね、今年の3月に取りまとめるべて公開,公開しております。次のスライドをお願いいたします。えー、PHL 事業者による、まあ、基本、情報の取り扱いに関する基本的指針というのを取りまとめておりまして、大きく4つの項目について規定しております。1つ目が情報セキュリティの対策でございまして、えー、基本的にはあ全ての会社に遵守いただくべき中小企業向けのガイドラインですとか、 えー、個情報の通則編につ続くセキュリティ対策、こういったものをですね、えー、要求することにしておりますけれども、えー、一つ論点となりましたのが、第三者認証、ISMS とかプライバシーマーク、こういったものの取得を求めるかということが論点でございました。えー、結論といたしましては、全般的にはですね、取得することを務めるということで、努力義務にしております。で、ただしということで、マイナップポータルの API を通じてですね、検診等の情報をですね、直接、えー、入手する事業者においてはですね、 よりセキュリティがしっかりしているということをですね、えー、着観的に証明いただくということを踏まえまして、えー、ISMS とか P マークを取得いただくということを義務化したというような取り組みをまとめております。続いて個人情報の適切な取り扱いに関しましては、えー、プライバシーポリシーやサービス利用規約というものを各社で用意させていただいてですね、公開いただいておりますけれども、えー、それが長くて読みにくいような企業のものも参見されます。 そうしたプライバシーポリシーやサービス利用規約を分かりやすくですね、概要版を作成する等でですね、分かりやすくした上でですね、ホームページに掲載すること、こういったことを求めております。続いて、利用目的に第三者提供を含む場合にはですね、その利用目的とか、提供される個人情報の内容、それから提供する、提供先の相手先の名前とかですね、そういったものを特定した上で分かりやすく本人に通知した上での同意を取ってくださいということを求めております。 それから、同意の撤回についてもですね、同意を取得と同等もですね、容易に行えるような環境を整備してくださいということで、なかなか撤回ができないみたいなことはやめてくださいということにしております。それから、検診等情報の利用の必要がなくなった場合や、本人が求めた場合にはですね、検診等情報を削除するがあるいは個人,個人の権利利益を保護するための必要な代替措置を行うということで、本人からの申し入れがあったときには削除等を行ってくださいということを求めております。 え続いてえ、情報の保存管理、総合におすの確保でございます。検診等情報につきましては、民間 p h 事業者から利用者へのエクスポート機能、えー、あるいは利用者から事業他の事業者へのですね、インポート機能を備えるべきとしております。先ほど紹介しました、マイナポータルからを通じてですね、えー、やり取りできるような情報に関しましては、マイナポータルから出てくるときにですね、標準化されておりますので、そういったあ健康診断の記録等につきましては、 本人に一回お会いするエクスポート機能、それから本人から事業者が受け取るインポート機能、これを持つことによって、総合運用性、ポータビリティを確保するということを求めております。このポータビリティの確保につきましては、欧州の GDPR には規定がございますが、日本の個情法にはまだなかった状況でございますけれども、GDPR でのポータビリティの確保を先取りしてですね、この指針では、こういったポータビリティの確保を求めております。その他の遵守事項としてましては、 この写真の最後にですね、チェックシートを用意させていただいておりますので、チェックシートに従って点検をいただきまして、点検後の結果をですね、ホームページで公開いただくと、こういったことを求めております。次のスライドをお願いいたします。基本的には個人情報の取り扱いとですね、情報セキュリティに関する基準でございますけれども、セキュリティに関しましては先ほどもちょっと説明しましたけれども、 左側にあるマイナポータルの API の利用規約にあります、中小企業における組織的な情報セキュリティ対策ガイドラインというのと、次の右側にあります、個情報における通則編での安全管理措置。これをですね、合わせたものについてですね、この指針では対象にしています。イメージ図は右側にありますけれども、左に少しずれている緑色のところが、マイナポータルの API 利用規約で求めている中小企業向けのガイドライン。それから右にずれているところが、青いところが個情報のガイドラインでございまして、 これを合算したところを対象としていますで、若干の差分があるんですけどもこの差分も含めたところをですねこの指針では、えー、順次に求めていただくことにしております次のスライドをお願いいたします、えー、同意の取得のあり方についてもですね事例を示しておりまして、えー、まずステップ1としてまあ第三者提供を認めるかどうかというところがございますで、さらに進みますとステップ2としてじゃあ何を渡すのかというのを示していただく さらに、ステップ3としまして、利用目的ごとに同意を取るということがありますよね、ということにしてまして、この事例で行きますと、AA に関する研究、BB に関する研究などがございますが、その際にですね、インフォメーションマークなどを用意させて、用意していただいて、そこをクリックするとですね、えー、研究の概要と、その提供先がどこなのかと、ここまで明示いただいてですね、同意を取っていただくということを、で、いいんじゃ、も求めております。で、この同意先をですね、明確に示しておかないと、 えー、示しておけばですね、えー、その、同意先が、提供先後のですね、多少な変更があったときもですね、えー、こういったところに提供しますっていうことで、えー、明示しておけばですね、多少のデイリーに関しましては、再度ン同が不要ということになっておりますので、その辺の取り扱いとかも q a ーで,では示させていただいております。え、以上が基本的自の主な概要でございました。次のスライドをお願いいたします。えー、PHR の利活用に関しましては、 え先ほどの基本的指針というのを、ここに左側にあります民間二科上作業班というところで検討いただきましたが、基本的指針の策定において、ですねえ引き続き検討すべき事項というのがいくつか指摘されました。そういったものは報告書のどで取りまとめていただきまして、主な検討事項としては、ライフログの取り扱いについて留意いただくということです。基本的指針では、要配慮個人情報である検診の記録ですとか、医療情報を対象としていますが、ライフログにつきましては、要配慮ではないということで、今回の指針から除外してますが、 ライフログの扱いについてのルールが必要だということが指摘されています。それから将来的には第三者証明の仕組みがいるんじゃないかということ、それから医療従事者と連携したレコメンデーション等のあり方がいるんじゃないかということ、それからより高い水準のガイドラインが必要ではないかということが指摘されています。右側、今後の取り組みといたしましては、 そういった検討事項をですね、国が定めるというよりは、民間指導でですね、検討すべきだということでございまして、PHR に関する事業者団体、こちらが現在設立存在しませんので、事業者団体を作っていただきたいと考えておりまして、経済産業省でも事業者団体の設立に向けたですね、支援を進めている状況でございます。さらに、リコメンデーションのあり方、あるいはポータビリティについて、より高い水準のガイドラインの策定というのも行っていきましょう。 さらに、そのガイドラインを踏まえた認証する仕組みをですね、こちらも事業者団体とともにですね、検討していくという予定にしております。次のスライドをお願いします。続いて、イノベーションとエコシステムの強化でございまして、次のスライドをお願いいたします。こちらは今年のですね、6月1日に閣議決定されました、ワクチン開発生産体制強化戦略、いわゆるワクチン戦略でございます。 この中のですね、右側、丸6というところにですね、創薬ベンチャーの育成というのがございまして、創薬ベンチャーエクシステム全体の底上げというのが閣議決定されています。創薬ベンチャーにとって特にリスクの大きい第二創試験までの実用化の開発支援を行うべきだということが閣議決定されています。次のスライドをお願いいたします。えー、そこの丸6の創薬ベンチャーの育成についてでございますけれども、 ええー、まあ、ええー、まあ、数、数千万円から数千収作保険のですね、ええー、開発がですね、薬品の場合は必要です。で、米国では VC の資金を集めるということができてますけれども、日本ではなかなかそれがうまくいかないということになってますので、えー、創薬ベンチャーは、あー開発期間が長さ、えー、それから金額がかかる、成功率が低いと、薬品承認されるまで利益がないと、こういったことでビジネスモデルが特殊ですので、えー、特に、えー、知見第1層、第2層というのは、リスク合金にかからず、 ここでもお金がかかるということがございますので、対応案として、え産、ー、チャイ,イ交換のところを見ていただいた方がわかりやすいですけれども、えー、認定するベベ、ベンチャーキャピタルをですね、認定させていただきまして、えー、その VC の目利き,き力を活用してですね、支援すればどうかということでございまして、えー、認定する VC によ出資要件としてですね、えー、VC からにが目利き,きしたあー、まあ、シーズンに対してですね、えー、国がまあ資金補助していいんじゃないかというようなことを指摘されています。 で、政府系ファンドを今後作ってですね、えー、この第1層、第2層を重点的にですね、支援していくという仕組みが必要ではないかということが確認決定されています。えー、現在、このじ、うん、こういった内容の支援の実施に向けてですね、経済産業省では、あの施策をあの検討している状況でございます。次のスライドをお願いいたします。えー、経済産業省で対応し担当していますベンチャー支援策をついて紹介させていただきます、えー。イノベーションハブ、イノハブというのを用意して、 作業、事業を展開しておりまして、ベンチャー企業からですね、相談を受け付けております。えー、で、基本的にですね、えー、まざ、あ、様々な相談に対して、諸々の相談をワンストップで行うですね、窓口がインハブでございまして、サポーター団体だとか、関係省庁との情報の連携の上でですね、様々な助言をしてないということ。 それから、多様なネットワーク、サポーター企業とかサポーター団体というのは右側にありますので、こことのマッチングを行うと、こういったようなことも取り組みをして、ですねアドバイスを助言を行うというような取り組みを行っております。次のスライドをお願いいたします。21年の3月時点で、累計イノハブでは272件の相談を受けております。272のうち、ですね海外からの相談者は26。 左側、メリソからの紹介するというのは、これはメリソっていうのは、経済、厚生労働省のベンチャー支援策でございまして、そこからの相談が19件とかですね、こんな形になっております。このうち右側が実績部分でございますけれども、アドバイザーを紹介に至ったというのが50件、それからイノハブ通信の紹介ということで、まあ様々な実用化に向けてですね、役立つ情報についての提供だとかを行ったところが88件。 それからサポーター団体をですね、個別に紹介に至ったところが93件という形で、まあ、マッチングについてだいぶ実績が上げております。続きのスライドをお願いいたします。えー、今紹介しましたマッチングの事例でございます。左側、共同研究の契約に締結に至った事案でございますけれども、えー、機能性素材等を開発を手掛ける会社からの相談を受けまして、団体を探したと。 で情報発信を受け取った東京医科大学からの面会の希望意見交換の希望がございまして、セッティングしました。その結果、共同研究開発の締結に至ったというようなことになりまして、現在、大学と企業の間でですね研究成果の知財化を目指した研究を進めているというのがございます。右側、モニターテストの実施に至った時案でございます。こちらも企業からですねモニターテストを行えるフィールドを探しているという相談を受けまして、サポーター団体との意見交換の機会をセッティングしました。 その結果、高井市市健康なまちづくり協議会でですね、モニターテストを実施するということにお越しいたて,ております。現在、こちらの高井市市とですね、企業との間でですね、商品証券商品の開発に向けたですね、検討を継続しているというような事案がございます。最後のスライドをお願いいたします。経済産業省のですね、大きな目玉の施策としまして、2025年の大阪・関西万博というのがございます。 えこちら、テーマはですね、命輝く未来社会のデザインとなっておりまして、まさに皆様方、創薬ベンチャーですとか、が、まあ、の活躍がですね、期待される未来をですね、えー、見せていくというのがコンセプトになっております。えー、命を救う、命に力を与える、命をつなぐと、それから未来社会の実験の場と、こういったコンセプトでですね、万博の方を進めていきます。えー、現在ですね、上の加工にありますように、 えー、絶、絶賛にですね、この、万博に出展したいような企業をですね、募集しているといころでございます。えー、ヘルスケア分野の取り組みもですね、世界に発信する機会でございますので、様々な企業の参画を期待したいと思っています、えー。ご関心がある方はですね、ぜひ万博事務局の方にですね、えー、ご相談いただければと思います。えー、以上、あの、私からのヘルスケア産業に関連するような施策の紹介でございました。えー、ご清聴ありがとうございました。ネ